ザニコルで Z リュウ対戦したいです。いや かなり厳しいね。やってるもんだって。ガレーなんか投げつぶしが強いんだろうな。27時まで待ってます。今日遅っ。27時まで待つはすごいな。じゃあ26時59分に行くわ。どこまで本気にしてんだこの毒図は。どこまで本気なんだよ。面白いけどさ、言ってることは。
おいおい、わざとやってるだろ。毒図わざとやってるだろ。静岡ありがとう。てかもう忘れたっつうの、ほんとに。まいや、もう あなたの勝ちでいいです。てかあなたの勝ちです。多分負けます。勝てないです、多分。お前がナンバーワンだ。毒図、お前がナンバーワンだ。マジで勝てるしねえよ。ガチで。誰もなんでもなく。やってねえんだ。最後にやったのいつだよ。そこでシャガチ置いてるか。最近来てくんないから。え、ロストにいたの。誰。結構対策生きたね。結構対策生きたな。渋谷のロッソ。ありがとう。私が世界大統領だ。ちくぎー。One.
生きとったんか、われ。マジでチクキ？チクキっていう名前を語ったさ、あれじゃねえの、他の人じゃねえの、よくあるやん、チクキの名を語ってチクキじゃないパターンあるじゃん。いや知ってるよ、いや知ってるよ、菊池だけどチクキって呼ばれてたんだよ。マジか、俺がアキラ対策したのが埋もれたじゃねえかよ。いやここ対策したんだよねとか言おうと思ったら、本当にチクキなの？アキラさん悔しがっす。いやなんかやっぱちょっとアキラに対しての勝率が悪いから。 CFL 見ちゃった、 CFL 見ちゃった、対策しちゃった。あんまり見ないんだけどな、普段久しぶりに見たら。あーこれもう小技にしろっつうの。ナリ君とかはさ、まあ、全く見る必要ないわけ。ナリクソごときとさ対戦した後にリプレイとか、むしろリプレイ削除なわけじゃん、削除できねえから。ちょっと待って、ちょっと待って、クラゲしたいんだよ俺は。ちょっと待って、情報が多すぎる。チクキの出現によってね、ちょっと今優先順位が分かんなくなってる、何を話すべきか。ちょっと待って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 、チクキ懐かしすぎるな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あれチクキってさ教会だよね確かね、違ったっけ？違う？そうだね、うん、生きとったんか、悪いな。うわやべ、しかも脇でし、脇でよ、脇でトパちゃんやってっかんな。もっちゃんがいて、すごい聖徳太子じゃなきゃ無理これ。聖徳太子じゃなきゃ無理。
何仕掛け、何ゼロスリーガチでやってんの。ここはね、視野使わないよ、危ないから。まあさすがにこいつでしょ。はい、強いな。死んだ、さすがに死んだ。おい、嘘、いいの。アケコン持ってジャンスを着てた、持ってきただけか。いや持ってってねえだろ。いやその頃ね、ロスト行ってた時って2010、いつだっけな。いやそうなんだよ、ロスト行ってた時ってあれいつだったっけ。2013年ぐらいかな。いやいつだっけ。おおバイ、あぶわぶわぶわ、わあマジか。おっと、なんと、いやー菊池懐かしいな。俺菊池好きだったんだよ結構マジで。今来たからじゃない、今ここにいるからじゃなくて、たまにね、なんか思い出したんだよ、菊池とか今何やってんのかなって。すごい時間が止まった。あ、まさか。ゲージ使わなきゃ終わんない、ゲージ使わなきゃ終わんない。なんか調子悪いね、まあ、ちょっとね重いんだよね確かに。フゲラ対イタザン一番優先順位低いまだろ。あ、散った。かー、じゃんけんかー、俺とじゃんけんかー。はい、死ぬかこれ、死んじゃうのかー、残るか、あ、死んだ。地区何歳になった今、俺より下だったと思うんだよな、35ぐらいか。はい、やばいマジでちょっと集中できないのこれ。はい、ナルシスありがとう、ナルシスありがとう。
いいやん、これが。あれまだそんなもんか、バカ。ってことはあの当時24、そんなもんだったか。まあ若かったんだ、店では一番若くてさ、確か。なんだっけな、すげえ早い段階でなんかネットマージャンのなんよくわかんない、天保か、天保でなんかみたいなこと言ってたな、ちょっと忘れちゃったけど、天保知らないんだけどさ、天保で10段になったんだっけか、なんかそんなだよね、最速10段そんなんじゃない、違う、これが力ですか、34になる年。よし。34かも。どうなの？プロ活動はうまくいっとんの？何これやらねっつうのなんで03なんだよ、しかも、どうなんで最近プロ活動は順調、あれからもう10年近く経ってるだろ、だって6年ぐらい経ったか、だいぶ昔だよな、まだロストにいんの、来てくんないからって言ったってことはいるんだね。うわ。ひー。うわお。アイドー。死んだか？あ、終わりこれ。ロスは雀荘だよ。ロスは雀荘。あ、ロスやめてんの？だよな。なんでじゃ来てくんねえってわかるんだ。言ってるかもしんねえだろ。常連かもしんないじゃん。おう、パパパパン、長い手ビタ前、これを追いかけさせてください。
某新宿の店舗、どうせあれだろう、どうせダンディとかだろう、どうせダンディだろ、なんとか赤い